あ、皆さんこんばんは。飲み屋でスカウトされてバーチャル YouTuber になりました。ディスコテメテオでーす。イエーイ。ということでね。あー、皆さんこんばんは。こんばんは。コンメテオ、コンメテオ、コンメテオ。ここでもコンメテオの挨拶なんかちょっと微妙ですけど。はい、ということで本日はですね、木曜日。毎週木曜日は。ホロ酔いしゃべりバーの営業日。そうなんですよ。ホロ酔いしゃべりバーっていうバーを営業してまして。このバーはですね、私、ディスコテーメテオ、このお店のですね、店主を務めるディスコテーメテオが、気になった方にお声掛けをして、気になった方ってのは結構ね、バーチャルリアル問わずなんですけど、なんかこの人普段何やってんだろうとか、何考えてんだろうとか、気になった方とか、ちょっと面白いな、この人の活動面白いなって思った方に声をかけさせてもらって、その方と1時間おしゃべりをするっていうバーを営業しています。まあでもその人がね、予約してくれないと、このバーは成り立たないわけなんですけども、まあ今回も幸いのことにご予約をいただきまして、バーを営業していきたいと思っております。はい。でですね、もう一個説明しておきますと、このバーはですね、私たちが喋ってるのを皆さんが見ていると。見ている方々がスーパーチャットなるもので、我々の飲み代をお支払いいただけるというですね、大変都合の良い場合となっております。本日もよろしくお願いします。はい。ということで、ちょっとコメントが小さいので、ちょっとでかくしますか。よいしょ。こんな感じで、いきたいと思います。それではですね、そろそろお客様がいらっしゃるとは思いますので、皆様心の準備よろしいでしょうか。来るかな、お客様。すいません。はい。まだやられてますでしょうか、こちらの場。大丈夫です。営業しております。ちょっと僕、この、何東京でしたっけ、バーチャル東京でございます、こちら。バーチャル東京ってちょっと初めて来たんですよね。なんで全然お店とかも分かんなくて、ここ一元さんとかでも大丈夫ですかね。大丈夫です。お客様お名前をお聞きしてもよろしいですか。私、ひるきけんじと言いまして、普段バスケットボールを、させていただいております。ありがとうございます。ひるきけんじ様、ご来店いただきありがとうございます。どうぞそこ座ってください。ぜひ。すいません、失礼します。なんかすごい雰囲気、なんかネオンがチカチカして、なんかね、お姉さんも割と露出がすごいし、なんか。露出で売ってます。はい、まあ、そんな感じで、ね、飲んでいただければと思うんですけど、何飲みますか、はい。じゃあ僕はビールをいただいてもよろしいでしょうか、ね、じゃあこちら置いてきますんで、はい、飲んでください。あ、すいません。じゃあせっかくなんで乾杯とかしたいんですけどいいですかね。大丈夫ですよ。はい、じゃあ乾杯。なんか珍しいですね、ここのバーは、缶ビールが出てくるっていうんで、なんかちょっと皆さん耳を澄ましていただければ。なるほど。あ、いい音ですね。ありがとうございます。じゃあ乾杯の温度とかお願いしてもよろしいでしょうか。あ、じゃあお姉さんの、はみ出る何かに乾杯。乾杯いただきます。何がはみ出てるかはちょっと僕は何がはみ出てる見てもちょっとわかんないですね。そうですよね。ちょっと目のやりどころに困るな。これはまあここだけの話なんですけど、はい、タブレット型カメラが実はあって、はいはいはい、下から映すこともできちゃうっていう。いや、ちょっと僕喋れなくなっちゃうんだよ。ああ、なるほど。じゃあやめときましょうね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バスケットの選手、ここにね、このバー来るのがアスリートの方2人目だと思うんですけど、はいはい、営業がですね今日で44回目なんですよ。うん、はい、でアスリートの方2人目なんですけど、はい、バスケってまたこれはなんていうんですかね、こうちょっとイケイケなスポーツじゃないですか。まあ華やかではあります。そうちなみに中学校実はバスケ部だったんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよ。で母親と母親の元彼もバスケ部で、はい、はい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 、そうですね。で母親の元彼は日体大出身だって聞いてるんですけど。なるほど。そうなんですよ。なかなかでもちょっとなんかバスケットボールがしづらそうな体型はされてるなとはちょっと。まあそうなんですよ、どうしてもね。でも実際172センチあるんだよ。でもああそうなんですね、はい、ただなかなか完全に人間だった頃160なかったのに伸びたなと思いますけど。完全に人間だった頃。はい、完全に人間だった頃160なかったのでね、もう大変だったんですけど。
はい、いや経歴とかってどんな感じなんですかね。んすいませんもう一度。あ、経歴ですね。バスケットこう幼少期からやられてたと思うんですけど、僕は実はですね、はい、サッカーの方が始めたの早くて。そうなんですか。そうなんですよ、サッカーが大好きで、まあ僕今年齢が36になるんですけど、はい、大先輩だ。とちょうど僕が小学校の時に J リーグができて、あーで、はいはい、それこそもう三浦知良だラモスだなんて言ってすごいもう爆発的に流行った時だったんで、1992年とかですか。そうですそうです、はいはいはい、なんで、あの僕は小学校2年生ですねその時に。おうおうおう、なんでやっぱもうみんな、はい、あとはキャプテン翼がもう全盛期だったんで。ああなるほど、はい、うん、サッカーがすごい好きで、はい、でサッカーをずっとやってたんですけど、はい、もう中学校に入りだして、はい、あの僕小学校の時に身長が181センチあって、小学校で181センチあったっすか。はい、やばてか。なんで、はい、あの中学校とかに入ってそんなに、で中学校でも190到達したんで、はい、でかまあなかなかこうバスケット協会みたいなおじさんたちがこう、うわ、なんでサッカーなんかやらしてんだってなるわけですよまあそうなりますわなでまあでバスケットも、小学校5年生から並行してずっとやってて。おー、そうなんですね、うん、はいはいはい、で選抜とかに呼ばれるようになって中学校2年生ぐらいでバスケット1本に絞り出して。はあ、なるほど。ですです、はい、でまあそこからはまあ、強豪校と呼ばれる高校に入り、うんうんうん、で大学はアメリカの方に行きました。おお、アメリカっすか、いいっすね。そう、あ、まあ父が僕はアメリカ人なんで、はい、あの半分半分だとお聞きしております。そう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 、はい、ハーフ&ハーフなんで、はいはい、なんでまあそこの大学をアメリカに行き帰ってきて、まあプロデビューをして、で今プロ何年目かな、14年目とかですかね。はい、はい、あれ選手でもあり、はい、コーチもしつつみたいな感じですか。で、はい、実はもともとサッカーの J1、J2、J3 と同じように今バスケットも B リーグっていうのがあって、はいはいはい、で B1、B2、B3 ってあるんですけれども、はい、僕もともと B1 の方でずっとプレーしていたんですけれども、はい、富山とかですよね。あ、そうです、はいはい、そうです、富山とか、はい、あとは愛知県の、豊橋、あ、はい、まあ三遠、三河と遠州地域を含めてるっていう意味で三遠っていうチームがあるんですけれども、はい、そこでプレーしたりとかはしていたんですけれども、はい、岡山の、チームが今、トライフープ岡山っていうのがあるんだけれども、はい、そこの創設に関わっているんですよ、僕が。そうなんですか。はー、そうです。で、まあ、キャリアを終えるのであれば、ここであろうっていうところで、うん、まあ、B1 を辞めて、その B3 リーグに新たにこう参入してきた岡山のチームに選手として入ったんですけれども、はい、シーズンの途中で、うん、監督さんが辞められてしまって、あ、はい、でどうするどうするみたいになった時に、まあ、まあ僕がチーム創設から関わっているって、はい、もちろんチーム作るのはもうはいやりますって言ってその次の年に入れるわけではなくて、はい、やっぱりいろんな行政であったりメディアさんであったり、うん、地元企業であったりとかいろんなところにこうサポートを得ながら、うん、でもう本当それこそ4年5年かけてやっと参入できるってところなんですけれども、はい、まあ僕がその創設から関わってる責任感もありましたし、あとは僕がずっとトップリーグでプレーしてた経験もあったので、うん、はい、あ、じゃあまあ俺がコーチやるわっていう話になり、うん、選手をそこで辞めで今はヘッドコーチをやって2年目ぐらいですね。なるほど、はい、じゃあ現役はそこで退いたって感じですか、ま、とは言いたいんだけれども、はい、実はバスケットってちょっと複雑で、はい、バスケットのリーグっていうのは通常秋口から、まあ、ゴールデンウィークぐらいまでがシーズンなんですね、はい、でそれがまあ皆さんのよく体育の授業とかでやってた5対5のバスケットなんですよね、はい、でそれとは別に今ここ10年ぐらいで新しい競技として出てきてるのが3人制バスケットボールっていうのがあって、はい、3対3でやるバスケットなんですよ。まあサッカーとかに馴染みがある方とかだとサッカーの11人対11人に対してフットサルってコート小さくして人数も少なくしてみたいな、うん、はい、そういうイメージを持ってもらえればいいかなっていう感じ、はい、バスケットのフットサル版みたいなのをこう、3人制バスケットボール、まあ僕ら 3x3 って呼ぶんですけど、はい、
っていうのがあって、まあ、僕はそれの日本代表とかになったりとかもしてて、うわすごいな。いやで、まあ、そのだからでその3人制バスケットボールは夏の間だけ行われるんですよね。あ、じゃあそのシーズンオフの時に3人制があるってことですか？そうです、そうです。なんで、はい、あの、もともとは5人制をやってシーズンが終わったタイミングですぐ3人制にも取り掛かって、3人制が終わったらまた5人制っていうのをずっと何年も何年も繰り返してたんだけれども、はい、今は5人制はヘッドコーチっていう立場で、3人制はまだ選手としてプレーしてます。あ、じゃあなんというか、もういろんな肩書きがあるみたいな感じですね。そうですね、本当にもうなんか何でも屋さんえ、すごいな。でもこうよくね、周りのメテオ先輩とかからよく聞いてるのが、30超えると体がだいぶ変わると。うん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 。で今36歳ってお聞きしたので、うん、はいはい、だいぶそのトレーニングとかも含めて、動きとかも含めて、こうきつくなってきてないのかなみたいな。スポーツ選手の引退って結構ね、スポーツによってバラバラですけど、うん、きつくなってきてないのかなとか思ったんですけど、どうなんですか？そんなに体の変化はあんまり感じなくて。そうなんですね。うん、まあただ体ってやっぱり常にこうトレーニングしたりとか、まあ運動をしてないとやっぱり衰えていくんですね、はい、休めば休んだ分だけ筋肉が衰えたり、はい、そのもっと言ったら柔軟性とか神経系の反応だったりとか、はい、そういうのが衰えてはいくんですけれども、はい、それを取り返すスピードが遅くはなりましたね、20代の時と比べて。あ、なるほど。だからね、20代の時とかは、じゃあ例えばもうオフシーズンだっつってまだ3人制始めてなかった頃とかは、まあ言ってしまえばゴールデンウィークでシーズンが終わって、そこから、9月ないし8月の半ばぐらいまではないんですよ、何も。練習も何も。練習もないんですか？そうそうそう。だから3ヶ月丸々休めるみたいな、はい、まあ休む人は休める、うん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 、だけど、で例えばもうそれこそ若い時とかであれば、はい、じゃあもういやオフだから遊ぶっしょみたいな感じで、はい、やはり海行ったりパーティーばっかりしてると、うん、してても取り返せたんだけど、うん、30とか超えてきて休むと、もう3日ぐらい休むとなんか自分の中で体が変な感じがするんで、はい、まあ、それもあって3人制を始めたっていうのはありますね。ずっと一年中体を動かしてないと自分でなんか変な感じがしちゃうっていうのがあって、なんでさ、まあ変化といえばそういうのが変化ですかね。まあ、あとはスポーツ関係あるのかわかんないですけど、人の名前と顔が全く一致しなくなってましたね。いやそれ見ても昔からですごいわかるんですけど、はい、あ、丸高さんとか話しかけられても、うん、誰だっけなーって、フル回転しても出てこないみたいな。で、知ってるふりするんでしょ？そうです、そうです。あ、お久しぶりですよ、元気でしたかみたいな。あっちが、いや、あの時は楽しかったよね、東京で何々した時のって言って、相手から情報が出てくる。そうです、待ちます、待ちます、待ちます。もうそれを引き出すの必死ですね。あれ、何でしたっけ？そういう時は大体相手にバレてますからね。やめてほしい。やめて、こっち必死だから頑張ってちょっと察しないでほしい。そうですね。なんかそれこそ完全に人間だった頃、いろんな人と会う生活をしてたので、うん、はい、もう覚えてらんなかったですね。覚えようとはするんですけどね。そうなんですよ。覚えられなかったですね。うん、脳が。あ、これ、はい、コメントとかにちょっとお答えとかしてもいいですか？全然いいですよ。はいはいはい。この3×3とか3×3みたいなっていうコメントをいただいてるんですけども、はい、まさにおっしゃる通りで、もともとは 3×3 っていうその3人制バスケットをこう世界でやりだした時に、はい、ヨーロッパとかはすごい盛んなんですけれども、はい、3×3 っていう名前で始めて、はい、一昨年ぐらいに 3×3 っていう名前になって、正式名称が。あ、ただ、はい、まあ言って、そんなバスケットに馴染みがない人はその 3×3 とか 3×3 とか言われても何のこっちゃ全然わかんないから、僕は基本的にはメディアさんとかに出るときにはもう3人制バスケットっていう風に言ってます。その方が確かにわかりやすいかもしれないですね。うん、うんうん、なるほどな、うん、ヨーロッパの方で盛んだったんですか、その 3×3 というか。そうですね、3人制バスケットはヨーロッパ、まあ、セルビアであったりスペインであったりとかロシアであったりとか、まあ、結構そういうところで盛んで、まあ、実はバスケットってすごい競技人口が多くて、はい、多いですよね、世界的に見ると、うん、サッカーの次に、多いんじゃないかって言われている
競技ではあるんですよね。その競技人口自体は、まあ、用具も必要ないですし、はい、ボールさえあればみたいな、ボールとリングさえあればできるみたいなところがあるんで、そうなるほどな、いうところ、なんかバスケット身近だ、ずっと身近だったんですよ。はいはいはい、それこそあの今ウイルスの関係でね、あのいろいろできないこと多いですけど、それが始まる前までは毎月1回友達とバスケやってたりとか。あ、そうなんですか。そうなんですよ、まあ運動しようみたいな社会人になっても運動しようぜみたいな友達がいていや、マジですよ。そうなんですよ、市とか区とかでね借りれる体育館月に1回借りて、はいみんなでみんなから金徴収してやってましたけど、言い方がな、金徴収してってここ結構夢のないバーで有名なのでだからバスケ結構身近だったけど、3対3が今世界でそんなにねやってるなんてあんまり思わなかったですね。うん、そうなんです。でオリンピック競技にもなりまして、はい、あのまあ賛否両論あるんで、まあそのオリンピックをやるべきかどうかっていう話は、まあそんなに深く掘り下げなくてもいいかななんて思うんだけれども、あのオリンピックの競技になるんで、まあオリンピック開催することになるのであれば、その3人制バスケットボールも、やると。でまあ日本代表が出ると、で世界の名だたる国と戦うと。楽しみですね。そうですね、まあ、僕はちょっと今回代表は外れちゃったんであれですけど、はい、あでもすごいな。でも3人ですからね、逆に言うとその5人よりも代表に入るの難しいですからね。ああそういう考え方ありますね、はい、なんかちょっと嬉しいな、そうやって。いやそうだと思います。だって人数少ないし、ベンチの人数も間違いなく少ないわけじゃないですか。全部で4人ですね。全部で4人ですか。やばそうです。交代は1人だけど、それめちゃくちゃ難易度高いですよで、まあ普通のバスケットだったら、全部で12人ないし15人ぐらい入れるんで、はい、まあでもやってる人口がもう5人制の方がやっぱり多いんで、はい、そこはなんかまあどっちも、はい、まあ入る、まあ何にしたって日本代表になる、ね、いや大変ですよ、ね、メテオ知ってる人がオリンピック実際に出てるんですけど、はい、まあ見てて、その生活がなんていうんですかね、その我々普通にこう社会人になったメンツとはやっぱ一日の過ごし方が違いますもんね、はいはい、まあオリンピックに行く選手ともなればそういう方も多いでしょうね、普段どんな生活を僕ですか、はいはい、僕は今はもう5人制のシーズン真っ只中なんで、はい、でなんで、で僕ヘッドコーチと選手で、はい、あとは、今うちのクラブの、はい、ゼネラルマネージャーっていう、まあ、言ってみれば社長の次のポジションぐらいのとこにいて、はい、すごいですねなんでクラブのこともいろいろやらなければいけなくて、なんで午前中はそういうお仕事をして、午後から練習に行って、練習が終わったらまたそのクラブのお仕事をしてっていう、はい、まあ、本当にいろんな仕事があるんですけれども、まあ、社長の1個下なんで、僕がやること、まあ、あとは僕が英語喋れるっていうのもあるんですけど、はいはい、外国人の契約の交渉とかもやりますし、まあ、外国人の身の回りの狭、はい、例えばビザをやらなければいけないような大きな分かりやすいことまでから、例えばなんかリモコンが効かないんだけどどうなってんのみたいな細けえことまでやったりとか、 あとはその選手たちの普段の生活のヘルプをしてあげるのもそうですし、はい、もちろん、テレビ出てませんでしょ。あ、テレビはそう、それはね、まあゼネラルマネージャーの仕事ではないんだけれどもはい、はい、一応今月曜日に岡山の地元のテレビのレギュラーをもらっていて、はい、すごいな、情報番組の情報番組ですか。はい、昼間のワイドショーみたいなやつにはいのコメンテーターとして毎週月曜日に、うん、OHK っていう、岡山放送っていうのがあるんですけれども、はい、岡山県と香川県で放送地域かな、で毎週てか毎日放送はしてるんですけれども、はい、4時ぐらいから夕方のなんですけれども、私は月曜日のレギュラーということで出演させていただいております。なんか全国区のテレビでも同じようなサイクルのテレビ番組もありますもんね、昼の。ああそうです、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 そういったやつの岡山版です。いや寝てます、ちゃんと
そうね、いや、きついっすね、結構。なんだけど、はい、まあ、一応、会社のみんな、クラブのみんな、スタッフが割とこう、はい、フォローしてくれたりとか、理解をしてくれてるんで、例えばちょっと空いた時間、うんうん、昼間の空いた時間とかに、会社戻らないで、ちょっと一回家に帰ってとか、うんうん、車の中で仮眠取ったりとかっていうので、ごまかしごまかしやってます。うわー、ありがとうございます。あ、今日、なんでこのバー来てくれたか、ちょっとお聞きしても。その多忙な中もうやっぱバーチャル東京っていうところにちょっと僕は行ったことがなかったので、はい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 、一度お邪魔したいなっていうのがあって、いやありがとうございます、はい、はい、いやそれこそね、多分なんかメテオの記憶がちょっともしかしたらあれなんですけど、もしかしたらなんか一回喋ったんじゃないかなと思って、うん、この間あそれ多分僕に声がすごいよく似てる、はいはい、最近ゲーム配信始められたヒルケンさんっていう、そうなんですよ、ヒルケンさんっていう方となんか、はいはい、24時間アモアス部でちょっとなんか、はいはい、おしゃべりした気がするなと思って、あ、それヒルケンさん言ってました、言ってました、あ、ヒルケンさん言ってましたメトウさんっていうちょっとサバサバした方がいて面白かったんだ、あ、本当ですか、いや、よかったよかった、はい、多分喋ったの合計で1分ぐらいですけどそうですね、1分ぐらいしか喋ってないですけど入れ替わりでいなくなっちゃったからそうですね、はい、ちょっとおしゃべりさせていただいて、あれは、はい、あれは、あの方は、あれは僕ではないんですけどね、なんか皆さんよく、じさんじゃないけど、声がすごいそっくりなヒルケンさんって方だったんですね、うんうんうん、そうですね、フォルムとかも、まあよく言われるんですけれども、フォルムも確かに、うん、ヒゲとかも生えてて、なんかよく言う、はい、そんな、だって、まあ、そんな、ゼネラルマネージャーとか、選手もやって、ヘッドコーチもやって。これでゲームなんかやってるっつったら、ファンの人がもうカンカンになっちゃうから。ヒルケンさん、さっきまでアモンガスやってたみたいな噂を聞いたんですけど。ヒルケンさんはやられてたみたいな、ね。やられてたみたいな、ね。だから、はいはい、僕がお仕事が忙しい時に、アモアスの誘いとかはやっぱ僕もいただくんですけれども、はいはい、好きっていうのは僕は公言してるんで。あ、なるほど、なるほど。でもちょっと僕がいけないんで、ちょっとヒルケン代わりに行って。言ってアモアスをしてもらってるのがヒルケンさんですね。あ、それがヒルケンさんですね。あ、なるほど、なるほど。うん。まあ、ヒルケンさんが言うには、やっぱそこを切り離すことによって、はいはい、ネットというもので、こう、普段の世界を忘れられる時間を楽しんでいるんだっていう。あ、なるほど、なるほど、はい、だから、はい、僕とヒルケンさんの共通点との一つとしては、うん、もうこれマインドセットがすごく似てて、あ、なるほど、ネットは心のオアシスっていうことを僕らは常に言っててまあなんでそういうところが2人ともあるから、やっぱりちょっとそこを切り離したいみたいなところはあるのかなって、一緒じゃないぞとなるほど、あ、わかりました、じゃあヒルケンさんですね、わかりました、はい、なんかヒルケンさんちょっと V の体とかもちょっと興味あるなとか思ってるみたいで、へえ、はい、今ねバーチャル YouTuber にバンバンなりますからね、でもなんかちょっと衝撃だったのはやっぱネットの世界すごいなと思って、はいはい、V の体を手に入れることはやっぱりみんなお祝い事みたいな、あ、そうですね、生誕祭とか受肉とか言うじゃないですか、受肉とか言いますね、はい、すげえと思って何その世界と思って結構初期の頃は何、て言うんですかね、バーチャル界にバーチャルの存在として誕生したっていう体が多かったんですよ、まあ、体って言っちゃいましたけど、うんうんうん、だから、例えば私は AI ですとか、うん、私は今0歳ですとか、百何十何歳の、うん、鬼の種族ですとか、はい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 、っていうのが多かったんですけど、最近はメテオは完全に人間だった頃があり、うん、とか、あとは前世の記憶があるとかっていうこうなんか位置づけが多くなってきてて、うんうんうん、でその後に出てきたのが、ね、ゲーム実況者さんとか、もともと YouTube やってた方々が、うん、V の体を手に入れるっていうこの第三時代ですね、うん、今。第三世代。第三世代じゃないですかね、多分。V 第三世代。なんか多分盛り上がりで言うともっと多分第何世代ってもっと多いんですけど。うんうんうん。けど、
そのジャンルというかその立ち位置的な問題で言うと第三世代が今こうバーッと来てる感じがしますね。なるほどですね、はい、はい、そうなんですよ。だからメテオ仲いいその音楽系の VTuber で、うん、アンデッドがいるんですよ。キョンシーとフランキンがいるんですけど、うん、おお、はい、は生きてた頃の話、生前の話っていう話をよくしますけど、うんうん、はい、なるほど。アンデッドだけにね。アンデッドだけに、そうです。いいですね、はい、だからそういうのもいろいろ、要は、まあ、言っちゃうと設定とかもいろいろ作れるっていうのが設定言うな、設定はい、まあ、それが楽しいかなと思いますけどね。なるほどですね。いいですね。っていうか、まあそのメテオさんもそうですけれども、はい、ちょっとこう種族とか、はい、もうよりどりみどりじゃないですか。そうですね。もう肌の色から身長から、うん、胸の大きさまで。そうです。あと性別もね。あ、そうよね。そうです。バビ肉と呼ばれるあの、うん、ボイスチェンジャーを使って女性の声でやってらっしゃる男性なんだけど見た目が女性とか、はい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 、あとはもう声は男性のままで女性の姿でやってる方とかもいらっしゃいますし、うんうん、あ、なかなかそれパンチ効いてますね。パンチ効いてますけど結構多いですよ。ああ、そうなんですね、はい、メテオが全然もうメテオとして誕生する前から結構、はい、ある文化ですね、はい、メテオさんが僕に V の体を授けるならどんな設定が想像できますか。いや、もう2メートル30ぐらいの身長にしていただいて、いや、もう巨人族一択マジで。これさ、だから扱いが一緒なんだよな、V でも現世でも。今も196なんで。はいはい、もしくはですよ、もしくは、うん、ちょっとミニキャラというか、うん、デフォルメ化された感じの V を受肉すれば、身長関係なくなるんじゃないですか。まあ、大体みんな逆を行きたがりますからね。結構言いますよね、逆を行きたがるって。うん、なんで僕はもうつるんとした体、もうジャニーズみたいな顔つきの、もう名前出していいのかな、もうアベレージ君みたいな、ああいうやつ。はい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 。あ、安倍君か、なるほど。いやいや、ほら、自分と一番こう対局にいるところを選んでいくみたいな。まあまあ、確かに、でも安倍君。爽やか系のあのジュノンボーイ的なやつですね。あ、そうそうそう、僕はもうどっちかって言ったらもうよく言ってサファリ系ラン。サファリ系。ちょっと待って、サファリって動物じゃないよ、雑誌の方よ。はいはい、わかりますよ。あ、よかったよかった、今もう完全にライオンを想像されてるのかと思った。いや、それはアマゾンの奥地の。そうそう、そっちのサファリじゃないですから。ちなみにデスコテメテオはデビュー当初から言ってることがあって、はいはい、好みの男性オリバーカーンなんですよ。おお、なるほど。なのでちょっと阿部くん出されてもなんかかっこいいって思わないなって思いながら今見てました。そうなんですよ。ちなみに僕あれ、父がアメリカ人なんですけど、はい、アメリカってやっぱり移民の国じゃないですか、はい、うんうん、なんで、僕の、ひいじいちゃんから上の世代はドイツなんですよ、はい、そうなんですか。そうなんですよ。だから僕ドイツ系アメリカ人と日本人のハーフなんです。はあ、じゃあ、8分の1とか、16分の1とか入ってるってこと。16かな。16。へー、いや、すごい。なんかこう我っていうとあれですけど、大体の方が日本に住んでる大体の方って100% 日本の血の方がめちゃくちゃ多いじゃないですか。ああ、なるほどなるほど。でもこう欧米とか行くと別の国の血とか結構入ってるのがやっぱ面白いなって思ってて、はい、みんな ごっちゃごっちゃですね。だから自分のことを紹介するときとかも、うん、何々系とか言ったりしますね、やっぱり。あ、するんだ。僕はドイツ系なんだとか、僕はアイルランド系なんだとか、アフリカだったら、いや、僕はナイジェリア系なんだとか、全然そういうのありますね。なんか、ルーツ何とか普通に聞かれます、やっぱり。そうなんだ。何人って聞くと、みんなアメリカ人だから、うん、アメリカの場合は。ね、だから、あなたは何っていう質問をするんです。で、そのあなたは何が、指すところは、つまりあなたは何系なのみたいな。はぁ、うん、だからで、中華系とかインド系とかっていう、はいはい、いろんなこう派生していくっていう。あ、そうだ、せっかくアメリカにいた経験が、ね、あるし、そのアメリカの地に入ってるってことでお聞きしたいんですけど、はい、アメリカの方から日本人ってどう見えてるのかなと思って、はい、
こう時代によって違うと思うんですけど。ああ。昔はなんかメガネとかね。見た目はまあそれはよりどり緑だろうけれども、はい、すごく規律正しく、うんうん、だけれども自分の意見をあまり言えない人たちだと思われてるんじゃないかな。まあでも的を得てる気もします。だからまあよくいい部分としてはすごく真面目だし、うん、あの人に迷惑をかけないこと、うん、マナーは僕はこれは今でもずっと言ってますけど、マナーっていうか民度、うんうんうん、その民度の水準みたいなところは僕は日本は世界で一番高いんじゃないかなと思ってます。わあ、いいですね、ありがたいですね、そうやって言ってもらえるのはやっぱ。ただまあ、うん、個性があんまり尊重されない、うん、まあ今でこそ変わってきましたけれども、はい、それこそ僕らが子供の時の10年20年前とかだと、うん、あまり個性がこう尊重されるようなところではないから、はい、あのちょっと出てきた杭はやっぱり打たれちゃうみたいなところは、うんうんうん、なんかあんまいけてねえなとか思ったりはするけれども、うん、最近ちょっとそれも和らぎましたけどね、やっぱちょっと。そうですね、うん、まあいろんなやつ出てきましたしね。あとはこう、はい、日本人もう日本人ってこうバンって胸を張ってるけど、まあミックスだとか、うんうん、帰国子女だとかそういうやつもやっぱ増えてきたし、うん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 、だから一概になんかもうがっつり 100% アジア人です、日本人ですっていうのじゃなきゃ日本人とは認められないっていうのはちょっとは変わってきたから、まあちょっとこれもデリケートな話だからあんまり突っ込むと嫌な思いする人もいるから、はい、あれだけど結構日本人ってその、うん、どこ生まれたとかその、うん、なんて言うんだろう、そういう、なんて言うんだろうな、日本がこう島国で、あんまりその外との関わりが、うん、それこそあんまり多くないから、それに疎い方ってのもいらっしゃいますからね。そうですね。まあでも本当変わってきてると思いますよ。うん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 、あ、それこそなんか、ベンチャー企業とかがこうバーって出たりとか、フリーランスの方が増えてきて、よりその、自由度が増したな日本って思いながら今いますけど。まあそうですね、うん、まあなんかいろんな理由がきっとあるでしょうけれどもね、はい、この、うん、なんか難しい話すると今日本がそんなに経済的に昔ほど裕福じゃないから、うんはい、じゃあいい大学入って、うん、まあ言ってしまえばいい高校入っていい大学入っていい企業に入ってそれでもう人生ゲームセットみたいな勝ち組みたいなのがなくなってきて、自分で努力をしないといけないからみんなじゃあ頭使い出すじゃない。はい、でまあそれこそね YouTube の活動とかもその最たる例だと思うし、はい、いろんな売り出し方があったりとかして、うん、でまあで自分で稼がなきゃいけないってなると人間やっぱそれは日本人はみんな右に習えが叩き込まれるけど、僕も小中高ずっと日本だし、うんはい、叩き込まれるけどとはいえやっぱ違う人間だからみんな、うんうんうん、っていうことは自分の得意なことや不得意なことっていうのもそれぞれやっぱ微妙にちょっとずつ違うんですよ、いくら同じ教育を受けても。はいはい、っていうところでいくと、じゃあ自分で金稼がなきゃいけねえってなったときに、うんうん、それは個性を出していかないと稼げなくなっちゃうから。はい。うん、なんで、そういう、今、それもちょっとやっぱ僕は理由なのかななんて思ってます。終身雇用とかがなくなってきてるから、うん、みんな、まあ言葉悪くすればもうてめえで稼がなきゃいけねえから、そんな周りと一緒なんてやってらんねえだろっていうのは、感覚としては増えてきてんじゃないかななんて思ってますね。うん、結構スポーツ選手ってその辺、こう考える暇なくトレーニングしてる方とかも結構いらっしゃると思うので、うん、やっぱ結構大変だって聞くんですけど、そのキャリア的な話、それとも周りと合わせること、キャリア的な問題の話ですね。あ、競技によりますね本当に。あ、そうなんだ。うん、競技によるな。 B リーグとかは今割と結構バブリーだから、それこそね、うん、奥もらってるやつとかも出てきたし、うん、日本でバスケで奥もらえる時代が来たんですか。すごい今儲かってる。多分 B1 とかだと、あ、なんかこれ多分バスケット界隈にこう馴染みがない人とかだと面白いあれかもしれないけど、はいはい、B1 の選手、今トップリーグにいる選手とかだと、うんはい、一番下で多分1000万ぐらいとかじゃないですかね。え、それくらいもらえるようになったんだ。そうなんですよ。なんか最初の頃と全然だった記憶があって。あ、全然です。僕がプロキャリア始めた時は平気で200万とか、ね、そうですよね。うん、で、私、竹内ジョージ康介さん、はいはい、双子の全日本でバスケやられてた方々、はいはい、とかを、こう、すごーいって見てた世代なんですけど、うんうんうん、だから、その時も、まあ、低いみたいな話がやっぱ出てて、うん、すごいな、1000万とかが。スタートが1000万だから、もう全然、もう別にちゃんと。
もう5年10年ちゃんと試合に出てればそれこそね3000万とかでは平気で乗るし、スター選手とかだったらもう全然5000万から1億ぐらいの選手はどこのチームも1人2人はいますね今。野球と変わんなくなってきましたね。まあいやいやいや、まあ野球はまだまだまだまあまあまあもう野球はまだまだ上行ってますけど、お金で言えばね。すごいな、なんかやっぱ野球しか稼げんみたいな時代あったからな。あ、それはでも変わってきましたね。うんうんうん、サッカー選手も今は相当稼いでるし。はい。そうですね。なんで、そうなんですよ。時代はいろいろと変わってきてるんです。いやー、そう、メテオスポーツに詳しいですけど、理由が、お父ちゃんが体育の先生で。おうおうおう。で、とある競技で国体銅メダルとか持ってて。うん、ああ、なるほど。それ人間に、そうそう、まだ人間だった頃。そうです。完全に人間だった頃の父、母が、うん、で、うんうんうん、母親もバスケルーツ持ってて、うん、で、ほうほうほう、自分自身もスポーツ推薦で大学まで入ってるタイプなので、で、スポーツ推薦で大学に入ると、周りがいろんな部活のスポーツ推薦の子たちになるじゃないですか。ああ、そうですね。そうなんですよ。だから、それの関係でいろいろ詳しくなりましたね、やっぱ。なるほどね。はい。だから、まあ、なんか、じゃあこれからはよそで好きなバスケット選手はって言われたら昼危険児ですって言ってちょっと白い目で見られてください。昼危険児選手ですって言っときます。大丈夫、任せてください。昼危険児選手はだいぶバスケット界だとアウトローなんで、大丈夫ですかメテオさんって絶対言われる。大丈夫ですよ、バーチャル界で結構アウトローな立ち位置にいるんで。そうなんですよ。で、正月とかもね、箱根駅伝ずっと同時視聴で見続けるって配信してたんですけど、そう、まあその時はその実際に走った選手が、はいはい、区間賞取った選手が私のアーカイブを見てくれたらしくて、なるほど、いろんなの見ましたけど一番面白かったですって言われて、面白かったってどういうことやと思いながら。いやでもいいじゃないですか、もう YouTube は面白くてなんぼだろうから。はい、でもそれこそその元箱根駅伝の選手とかがいろいろ同時視聴その日されていて、うん、の中で見てくれたのが嬉しかったですね。ああ、いいですよね。僕もだからこの今、もともと僕ツイッターを結構、はいはい、そう初期の頃からやってて、もう今11年目12年目ぐらいになるのかな。ツイッター10年以上はすごいですね。そうなんですよ。だからまあ小山とか言うとすげえ変なマウント取ってるみたいになっちゃうんだけど。はいはい、まあまあでツイッターは昔からやってて、はい、でまあそれが。あって僕の人気が出たのも少しはやっぱあるんですよね。はい、大事ですよね。で今そうで、まあそのまあ YouTube ではないけれども Twitter でこの間アイスホッケーの代表の子と知り合って、すごい、そうで、すごい仲良くなって、はい、DM とかで仲良く、まだ一回も会えてないんだけど、はいはいはい、でこの間アマンガスと一緒にプレイして。すごーい、一緒に配信して。めっちゃいいですね。そうそう、なんかネットが、うん、だから僕ネットやっぱ好きなんですよね。ネットって、うん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 、すげえ関係ねえジャンルのやつを引っ張ってこれるから で仲良くなれるし、はい、でなんかなんて言うんだろうな、こう僕ら生きてて言うて70年80年ぐらいのもんじゃないですか、うん、そうですね、なんかもう欲張りたいじゃないですか。いや、いろいろやりたいことありますね。そう、いろんなやつ知りたいし、うん、いろんなこと経験したいし、うん、ってなった時にこんなに身近なものが自分たちのそばにあるのに、まあネットっていうね、はい、もう使わないではないよねって正直思っちゃうから、うんうん、いや、そう、それはやっぱちょっと嬉しい。まあメテオさん、このバーチャル東京に僕が、ね、はいはい、遊びに来れたのもやっぱ ネットのおかげですし、はい、はい、いやでもひるきさんって呼んで、なんて呼べばいいのかちょっと今戸惑いつつあるんですけど、今ヒルケンさんって呼ぼうとしたでしょ。あれバレてる、別ですからね、バレてる、バレてるぞ、バレてるぞ、別ですから。ヒルキさんは、はいはい、ヒルキさんは、ヒルキさんは普段何考えてんのかなって今ふと思ったんですけど。ですか、僕は、あ、まあでもさっきの欲張りたいと一緒じゃないですかね、はいはい、自分の、うん、おもれえと思ったことであったりとか、人がおもれえと思うことは何かなって考えながら割と生きてます。へ、はい、なんかスポーツ選手って結構珍しい、うん、あー、そう、ちょっと新しいかもしれないですね。だから SNS やりだしたの僕が一番最初でしたし、そうなんだ、バスケット選手はね、はい、で
それこそ3人制と5人制を掛け持ちでやるって言い出したのも僕が最初でしたし、いやなかなか掛け持ちしようと思わないですよ普通。普通みんな休みたがるので普通はそうまあだし、でも今はそれが割と普通になってきて、そうだね、選手現役やってるうちからチーム作っちゃおうとかって思ったりしたのも僕は割と変な存在だなって思うし、うん、結構レアだなって思いますね。スポーツ選手、それこそプレイヤーである、うん、時期って、そのマネジメントの方に脳みそを使う人ってのは本当に少ないと思いますよ、スポーツ選手、アスリートって。うん、そうですね。それで結構あのそれこそマネタイズの部分で大変になってたりする人もいるし、結構見てきてるので、すごいなぁと思います。いや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 、まあ、あとはちょっと、あのゲーム配信の専用のチャンネルを持ってるのもおそらくバスケット選手では僕だけじゃないか。あれ、ヒルケンさんと別に持ってるんでしたっけ？あ、違う、あれはだから僕の友達のトラブラって言っちゃった。ああ、ちょっとすいません、記憶が。ああ、ま、そんなこともありますね。うん。設定がブレブレなんですよ。いやーでもそうですね。いやでもその、まあ、あの、はいはい、面白い質問にお答えすると、うん、おもれえこと、うん、何かなって常に探して生きてる感じです。いやいい生き方だなって思いますけどね。なんかそれこそスポーツ選手って楽しいことももちろんあると思うんですけど、基本的に苦の、うん、時間帯で言うと苦の時間の方が長いと思うんですよ。あ、それ意外と皆さんにやっぱ理解されてないけれども、うん、そういうお前ら好きな競技やってんだからいいじゃねえかよって思われてる方がやっぱりそのスポーツじゃない方からするとそうなんだけれども、すごいこう考えてほしいんだけれども、自分が小学校中学校高校までは大好きでしょうがなかった競技、これが楽しくてこれさえあればよかったっていうのが生活の糧になる苦しさっていうのをやっぱりみんなあんまり理解してないなと思って。そうだなと思いますよ。うまくいってるやつはいいよ、それはまあ別に代表に入っても盤石でチームにもね、はい、もう重宝されてって。でも野球にしてもサッカーにしてもバスケにしても何にしても何にしても、それは別に実業団に入る陸上選手だってそうだと思うんだけど、はい、実際それが生活の糧になってしまうっていうのは、はい、競技を嫌いにならざるを得ない可能性とかも十分に秘めてて、それの悔しさだったりこうもどかしさたるや否やっていう話で、だからそこはなんかもちろん好きなことをちゃんとその好きっていうものにマインドをずっと置いといて競技を続けられてる選手もいますけれども、そうじゃなくてこう自分の頭の中で戦ってる子たちもやっぱり結構いるっていうのはありますね、うん、なんかそれこそメテオの場合は大学を卒業する前には引退しましたけど、うん、それでもそのスポーツ推薦で大学入った以上、うん、葛藤がやっぱあって、最後はちょっと嫌いになってやめましたからね、競技。だからそれが生活になると思うと、うん、やっぱそのうまくいってるように見えても外から見ると、うん、うまくいってない人とか実際話を聞くとあったりとかもするじゃないですか。そうですね。とかってことを考えるとやっぱどの仕事もそうですけど、うん。しかも年齢とかもそうだし、その自分だけじゃないじゃないですか、競技って。自分がうまくいっても、そう相手がもっとうまくいっちゃったら結局負けるしとか。そうだね、うん、まあ、あとスポーツ選手はもういつかはケツが来ますからね。そうです、そうです、うん、で永遠にやってられるなんてことは存在しないから、うん、なんか自分が気をつけても怪我とかも襲ってきますしね。そうですね、うん、まあ、大変やなと思いながら、うん、まあでもそれでもやっぱりまあ楽しくはやらせてもらってますよ。なんか、あ、そういいですね、うん、結構僕はこの仕事してて、うん、全国いろんなとこ行ったりとか世界中いろんなとこ行けたりとかしたんで、あーすごいいいな、うん、でね、それこそご飯食べる時間ぐらいはあるから、うんうんうん、うん、やれどこそこ行ってそこの美味しいもの食べてとか、はい、あとはまあ僕移籍結構繰り返してて、今まで東京、北海道、富山、愛知、熊本、福岡、アメリカとかいろんなチームをこういろいろぐる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 したりとかしてるんですよね。
でやっぱその土地に住むとみんな風習とかもちょっと同じ日本なんだけどみんな感性がちょっと違ったりとか。日本でもやっぱ違うんですかと思いましたね、僕は。でそれがすごい面白くて、うんうんうん、ああなんか北海道の人は人たちはこういう人たちなんだとか、ああ福岡の人たちはこいつらマジですげえ酒飲むなって思ったりとか。面白い。なんかいろいろありましたね。それはやっぱそのいろんなところに行ったからこそ経験できたあれですよね。うんですね。その他に、なんかバスケやってきてよかったなとかって思った瞬間とかってあります？女の子にモテることですか？いやいやいや、もうね、はい、今の年齢になると全然それはね、うん、もう何にも加味されないんだけど、まあ20代27ぐらいまでは楽しかったかな。あ、なるほど。まあまあ楽しかったっすね。大事だと思うんですよね。いや、でもそのそれこそ完全に逃げだった頃、うん、東京の大学に行くっていうのが中学校の時に決めたんですけど、はいはい、その時は阿部慎之助選手、野球の巨人の阿部慎之助選手と結婚したいと思って。ああ、はいはい、なるほど。なぜかふと思って、じゃあそれな、阿部慎之助だったの？高橋由伸でもなく阿部、全然阿部慎之助選手でした。B 戦ですか？いや違うんですよ、多分あの競技が好きだったの。スポーツ漫画とか見ててもそうなんですけど、うん、サッカーだとキーパー、野球だとキャッチャーが好きなんですよ、うん、大体。ああ、なるほど。渋いですね。そうなんですよ。ちょっと待って、先にちょっと視聴者に謝らせて、安倍晋之助、ちょっと今ネタで言ったから、そんな本当にブスとか持ってるわけじゃないから、ちょっとなんか。安倍晋之助の大ファンとか言うの。わいらしいって言ったら何でも言えるからな。でもその安倍晋之助選手ってプロ野球選手じゃないですか。はいはい。でプロ野球選手と結婚してる人が一番多いの誰って言ったら女子アナだったんですよ。そうですね。女子アナになるにはじゃあどうしたらいいかっていうと、うん、東京のちょっと有名な大学に入るしかないと。でミスコンとかに出るってこと。そうです。でとりあえずあの中学校の時に友達に、いやだから東京の大学行くんだよ、うん、女子アナになるためにって言ったら、うん、女子アナをやめた方がいいって言われて、うん、なんでか なんでかちょっと理由は分かんないですよ、理由は分かんないですけど、うん、女子アナをやめた方がいいって言われて、うん、うーんと思って、でも東京に行くことは決めましたね、そのタイミングで。なるほど。ちなみになんで女子アナをやめた方がいいって言われたんですか？いやちょっとよく分かんないですけど、なんかあのメテオが昼番組とかに出てきちゃったらちょっとご飯吹いちゃうとか言われて、なんか昔からこの笑い方なんて多分それでだと思いますね。はいはい、あ、なるほどね。はい、でもまあそれで無事ね東京の大学に入って卒業し、はいはい、なんか飲み屋にいたらスカウトされてこんなことやってますけど今は。バーチャル東京でね。バーチャル東京でバーやってますけど。だからそういうなんかなんて言うんだろう、本能というか。うん、自分の欲望からのその選択って結構ね、うん、あの頑張れたりしますからね。そうですね、はい、まあそれがもう一番モチベーションになりますからね、自分のやりたいことっていうのは。そう、うん、あそうだなーって今話聞いてて思ってましたけど、はい、27ぐらいまでか。、うん、あもうあやべ、もうの残り10分になっちゃいました。あら早いですね。早いですね。あと2つくらいちょっと聞きたいことがあるんですけど。ああ全然どうぞ。1つはうん、まあいろいろやってきたじゃないですかこれまで、そのプロバスケットボール選手で、はいはい、でチーム作って、で 3V3 もやって。適当だな、雑なんだな。どうぞどうぞ。3人制バスケットね。そうですね。で本当にいろいろやってきた、はい、ひるきさんが今後何かやりたいことってあるんですか？はい、何でしょうかね。現実的なことで言うんだったら、はい、僕飲食店がやりたくて。なんか飲食店ってすごいコアにいろんな人とやっぱ接せれるし、飯ってやっぱみんな欠かせないもので、それを提供するってなんかやっぱ絆が生まれると思うんですよね、人と人との間に、うんうんうん、はい、だからなんか飲食店とかをいろいろやって行きたいなぁなんて思ったりはしてる。お金稼ぎとはまた別なところで、うんうん、うん、
で、もともと僕、大学の時にアルバイトで、はい、あのレストランだったりバーだったりで働いてたんですよ。へぇー。あ、だから僕4年間ガチガチのバーテンダーだったんですよ。マジっすか。え、モテたんでしょうね。いや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 。だからやっぱ飲食店ってすごい好きで、あ、飲食店やりたいですね。で、まあ現実的じゃないやりたいことってなると、うん、あの僕は女性になってみたいなっていう。それバーチャルだったら叶いますよ。そうよね。なんか僕女性ってやっぱ羨ましいなと思うんですけど、はいはいはい、おしゃれできるし、あ、そうですね、はいはい、もうそれが一番やっぱ洋服のレパートリーとか髪の毛のレパートリーとかすごい多いし、なんかそれがすげえ羨ましいなって思ったりとか。いや、それはもう受肉するしかないですね。でもそこの枠から飛び出せないじゃん。いやでも、メテオは 3D で最初からこう動いてるんですけど、ライブ 2D っていうシステムだと服簡単に着替えられたりとかするんですよ。へえー、そうなんですね、はい、っていうのがあって結構皆さん服着替えたりとかされてますけど、はいはい、ああなるほど。生着替えみたいな話。いやそういう俺がじゃあ今ちょっとおじさんの方がすごかったな。ちょっと今のなし。まあ深夜ですからね。深夜ですからね。はいはいはい。バーですからね。バーですから。いやでもその実際その多分なんて言うんだろうな、やりたいことができるのはバーチャルって敷居が下がりやすいかもしれないです、うん、そういう意味で言うと。まあそうですね。うんうんうん。うん、女体化面白そうですね。女体化いいですね。女体化。でも僕なんかいい顔しいなんで、八方美人なんで。うん、あのいや、でこれたまに友達とかとこう酔っ払ってこう喋ったりするんで、はい、いやもう何かできるとしたら何がいいって、いや俺女になりたいとか、いやお前は絶対アバズレだからやめとけって言われて、みんなに好かれたいだろうって言って、いやいやそんなことないっしょみたいな。なるほど、八方美人的な感じになると。そうなんですよね。いやー、はい、八方美人変なお話でしてみたい。いや面白い。あ、でもまあ外でしかね、僕家にいると本当に、はい、あの自分の世界にいるんで、だから実家とか帰っても家族とほぼ口聞かないですね。え、マジっすか。そうっすね。いやいや、まあ仲はめっちゃいいんですけど、はいはいはい、仲いいし僕めっちゃ母ちゃん大好きで、うんうんうん、あれなんですけど、なんかからこそ俺が人と仕事してる時以外人と会って、あー、いい家族だ。そうなんですよ。まあ、でも家では確かにスイッチオフに見てもなりますからね。そうで、むちゃくちゃいい顔するんで。いやでも大事ですよ、外面。いや外面って思ってるタイプなので分かりますね、はい。最後にこれだけ、はい、はい、世界中誰とでもコラボとか共演とか一緒にお仕事ができるみたいな話になったとしたら、誰と仕事がしたいですか、誰とコラボしたいですか。もうメテオさんとコラボできたからもういいかな。いや、またそういうこと言うじゃないですか。誰だろうな。これがアバズレのゆえんか。そうそうそう、そういうこと、そういうこと、そういうこと。ゲンキングさんですか。おお、なるほど。ゲンキングさんは、まあ、性別がこう割とわからないところにふわふわしてらっしゃいますけれども、はい、あのもう顔がスーパードストライクで、お綺麗ですもんね。僕もうずっと言ってるんですよ。で、今は多分女性になられたんですよね、もう心も体も、はいはいはい、で僕まだ体が男性の時から好きなタイプはって言われて、僕メディアさんとかにもガンガンゲンキングゲンキング言いまくって、メディアさんがちょっと反応に困るんですよ。それで一回ひどかったのが、これはちょっと怒りそうになっちゃった、なっちゃったんだけど、いやな、ちょっともうちょっと普通のやつって言われて、お前それゲンキングさんに失礼だって言って。確かに。別に綺麗なもんは綺麗だしって言って。気の強そうなお綺麗な方って感じですか。いや、なんか別に気が強い、もうシンプルに顔が好きです。おー、なるほど。はあ、いやでもすごいわかりました。これ、うん、なんで聞いてるかっていうと、毎回ね皆さんに聞かせてもらってるんですけど、その方の根本の、うん、なんていうんですか、選択の根本にあるものっていうのがうっすら透けて見えるんですよ、この質問って。はいはいはい。だ
から秀樹さんはもうあの欲望に忠実なんだなっていう自分の好きな顔の人を述べるっていう、はいはい、とかなんかそれこそあの面白そうだなとか、あ、 そうですね、そういうことに忠実なんだろうなっていうのを改めて感じましたいやでも面白かったな1時間はい、ありがとうございました。最後になんか、感想とかあのお知らせとかなんかあれば言ってってもらえれば。あ、感想はあのぜひぜひ、また呼んでください。すごい楽しかったです。あのなんかあの1時間あっという間で、はい、はい、なんだよ、なんかまたあの呼んでいただけたらななんて思っているのと同時に、あの僕の、すごく仲のいい僕に似てるヒルケンさんという方が、はい、最近あのゲーム配信を始めたみたいで、はい、まあ正直あの趣味でやられてるみたいで、あんまりチャンネル登録とかまあ僕らもさっきあのメテオさんと裏で喋ってた時に、いや僕多分好きなことをぼんやり自分のペースでやんないと続かないんですよねなんて言ってて、メテオさんもいや絶対それの方がいいっすよみたいなこと言ってたんですけど、あのなんかぼんやりとやられてるみたいなんですけど、あの配信とかをやってまあもう本当やりだして多分僕1ヶ月とかそんぐらいなんですけど、あのコメントとかをいただけるとすごいなんか一緒にゲームしてる感覚になって楽しいんで、あのなんかチャンネル登録とか、まあチャンネル登録しなくてもいいんで遊びに来て、おすっごい胸が揺れてる、うんうんって言ってた見ちゃいましためっちゃ揺れるんですよ、ね、これ、うん、めっちゃ揺れるんですよってやばいなんで、あのまあコメントとか遊びに来てコメントとか残してってくれたら嬉しいかななんていうふうに思います。あのヒルケンチャンネルっていうのがあってアマンガースの配信をやっているんで、ぜひぜひはい、皆さん遊びに来てくださいっていうぐらいですかね、告知としては。ありがとうございます。じゃあちょっと貼っときますか、はい、ヒルケンチャンネル。お、本当ですか、貼っていただけますか、はい、じゃあその貼ってる間にあのもっと大事なこと言うの忘れた、あの、僕の本業の方のあの大事、バスケットめっちゃ大事、B リーグっていうバスケットのリーグがありまして、まだまだこうバスケットに馴染みがない方とかで来ていただけてない方とか多くて、あのチケットも全然そんな1000円2000円とかで買えるものですし、あのなんか頑張って地元企業とか使っていくと意外とチケット手に入ったりするんで、あの一番最初はね、あのずっとお金払わないでやるっていうのはなんか業界が育たないから なんだかなって思ったりはするけれども、あのまず1回騙されたと思って、全国に50チームぐらいあるんで、あのない都道府県の方が珍しいんで、あのなんかぜひ見に行ってもらえたらあの面白いかななんていうふうに思います。で、一回見に行って面白くなかったらもう大丈夫ですでも一回は一回行ってみてください。あの絶対面白いと思います。もうあのサッカーとか野球は僕大好きだけど、あの距離がものすごい近いんで、サッカーと野球と比べると、なんで本当に目の前でこう2メートル近い男の子たちが、それこそ僕みたいなサファリ系の男の子からあの阿部君みたいなジュノン系の子とかもいたりするんで、なんかあのそれこそね、かっこいい選手見つけたからでも別に入りはいいと思うし、そこからが入りでどんどんね、あこのスポーツの展開すごい早い面白いみたいな風になったりもすると思うんで、興味ある方はぜひ行ってみてください。あ、私あの一個すっごい喋ろうと思って忘れてたのが、 NBA 生で見たことあります。はい、あどこで見に行きました。ユタジャズ見に行きました。おー、渋いとこ見に行きましたね。なんか、そのスポーツやってた頃の遠征でちょうどアメリカに行くことがあって、あー、はいはいはい、その時にちょうどやってて、はい、で、うん、先生たちが全員連れてチケット取ってくれて連れてってくれたんですよ、うん、それいい先生たちだよ。 NBA のチケットものすごい高いもん。あ、そうなんだ。うん、そう、 NBA ユタジャズと相手チームどこか忘れましたけど、ホームだったユタジャズで、うん、うん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 、めちゃくちゃよくコートめっちゃちっちゃく見えるんですよね。うん、あ、それじゃ遠かったってことだね。いや違うんですよ、人がでかいから。ああ、そうね、なるほどね。あ、そのこう人に対してのコートの面積がなんか取られてるのが大きいってことね。一歩がでかいから我々の知ってるコートの大きさじゃないんですよそうですね、多分日本のバスケもそんな感じだと思うので皆さんぜひ、うんうん、自分の感覚より多分コートが小さく見えると思います、うん、あの今日本のバスケットも元 NBA の選手とかどんどん入ってきてますし、うん、あのまあ日本人とかも NBA 選手、あの渡辺雄太君であったりとか、うん、八村塁君であったりとか増えてきてるんで実は、うんうん、はい、あのなんかバスケットも食わず嫌いしないで一回でも見に行ってもらえたらちょっと嬉しいななんて思ったりします。はい、
バスケ、はい、メテオは好きなのでまた見ようと思います。はい、メテオさんは、はい、あのバスケットの試合行かれるときには僕に連絡をいただけたら、はい、大体の会場はチケットが取れるのでご縁だと思って初回はお取りいたします。ありがとうございます。ちょっとじゃ あの見に行けるちょっとご時世が、ね、落ち着いたらちょっとご連絡させていただきます。そうそうそう、今はねなかなか難しいけれどもね、はい、ありがとうございます。ちょっとあのもしかしたらタブレットがその辺置いてあったらメテオなんでタブレット画面で見てるかもしれませんが、はい、ということであの本当にご来店いただきまして誠にありがとうございました。はい、楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。それではバイバイでお別れしますか。はい、はい、それでは今日は本当にありがとうございました。バイバーイ。バイバイ、おやすみなさい。おやすみなさい。